前回音楽監修のお話をしましたが、その続きのようなお話。アテナという昔のアーケードゲームの曲アレンジで珍しく深みにはまったことがありました。監修した内容と逆の方向に調整が進んでいくかのようで、結果的には私が主旋律と呼んでいたことの誤解から始まったのですが、これが完成曲。これが A 旋律。これが B 旋律。としてどっちが主旋律、どっちがベースとなった時にゲームで触れたりファミコン版で聴いたりすると A に感じられます。これがファミコン版の曲。しかし音楽的な見解からは B だそうです。確かに。だけど原曲がどうであっても音楽的な手法や常識から外れていても、その時に、原作で聴いた曲が正しい曲ですからね。難しいものです。なおこの曲は最初にビートに合わせ次に裏打ちになる不思議な部分があります。これが最初。これが次。なぜこうなったのかはわからないけど面白いですね。もちろんスマブラの音楽ではこういったところも再現しています。今回の話題って SNK さんにチェック依頼出すことになりそうですね。ではついでに同じく SNK さんのサイコソルジャーの曲の話もしておこうかなと思います。1987年世界で初めて BGM をしっかり歌ったゲーム作品がサイコソルジャーだと言われています。サイコかな、言ってしまった。スマブラスペシャルにおける、この歌のアレンジを小城雄三さんが行いました。歌は小田かな子さん、歌の収録には私立ち会っています。80年代の歌謡曲を思わせるかなり手の込んだ楽曲だと言えます。原曲と同じく日本版と英語版の2つを用意しましたが、日本版は、オリジナルの方も3番まであるんですね。反面英語版は1番までしかありません。スマブラ版ではどうしたか、日本版では3番まで作りました。英語版では1番の後2番は間奏にして3番でボーカルが戻ります。こうしたのはなぜか、実は原曲では1番が終わると内蔵音源の音楽に切り替わるようになっています。見てみましょう。で、スマブラ版アレンジがこうです。
テナーサックスがかっこいい。日本語版と英語版の違いはイントネーションにも結構凝っていまして、原曲とアレンジを立て続けに聴いてみてください。日本語英語というのはありまして、海外の人から見ると珍妙な発音に感じるかもしれないけど、当て字のように発音されるんですね。ともあれ、愛された原曲は原曲が全て正しいです。それぞれのプレイヤーが持つ体型を損ねないようにする必要があります。曲をアレンジしたいならそのことを忘れないようにしつつ制作をしていきたいところですね。